はい、皆さんこんにちは、こんばんは、こんこんです。今日はすごいどうでもいい話をします。私ね、兵種愛称の方を結構頑張りまして、ついにねレベル90まで到達しました。で、これね、ひょっとしたら全サーバートップクラスなんじゃないかなっていう気がするんですよね。なんか今までね、越境戦とか悠久の地とか、まあ、そういうところで結構まあいろんなね、えげつない人と戦ってきたんですけど、まあ、トップクラスの人って結構まあ全兵士を育てていて、まあ、全てのレベルを平均的に上げていくみたいなね、まあ、そういう育て方をしてる人がまあ多い気がするんですよ。なんで、まあ、全てのレベルが80とか、まあ、そういう人は見たことがあるんですけど、まあ、レベル90代に行ってる人ってあんまし見たことはないんですよね。で、私はもう結構序盤の頃から空軍ぶっぱで来てますので、もうひたすらね、空軍の相性だけを育ててきまして、とうとうね、こんな感じのレベルまで来ました。で、結構本当にね、必要な資源とかえげつないことになってきていて、まあ、レベル90から91にするのに、まあ、1.2% ぐらいしか増えないんですけど、必要な食料とか 210M とか必要なんですよね。もうかなりえげつないですね。で、まあ、こっから先、まあ、できればね、レベル100とかまで狙っていきたいところなんですけども、まあ、レベル100になるのに、多分ね、このペースでいったら、まあ、合計で 1500M ぐらい必要になってくるんじゃないかなっていう気がするんですよね。でもそれこそ、3英雄になるのに必要なぐらいの食料とか必要になってくると思うんで、まあね、かなりきついんじゃないかっていう感じです。なんで、まあ、そういうところがありまして、今回ね、レベル100という、まあ、ちょうどいいところじゃなくて、まあ、レベル90っていう、すげえ中途半端なところですけど、まあ、そこでね、ちょっと軽く自慢をさせていただきました。で、まあ、こっからなんですけど、多分ね、ここのレベル上げていくのそろそろきついかなっていう感じがあるんですよね。で、というのも、まあ、職業転部の方ですね、こちらの兵種愛称の方までちょっと到達してきたんですけども、これが結構ね、えげつないぐらい食料とか必要になってくるんですよ。で、これ今レベル2から3に上げようとしてるんですけど、必要な石油と食料はね、それぞれ 60M ぐらい必要だったんですよ。で、60M かかるのに3日ぐらいっていう感じの、まあ、かなり短いスパンなんですよね。まあ、それぐらいで、そのぐらいの量を求めてくるっていう、なかなかね、鬼畜な感じになってきてます。で、しかも、レベル1から3に上がるのに、まあ、必要な期間がほぼ3日ぐらいで変わってないのに、必要な資源がね、どんどん上がってきてるんですよ。レベル1を習得するのに 30M だったのに、2から3にするのに 60M みたいな感じで、もうなんか倍近くなってきてるんで、多分今後ね、まあ、後半のレベルをやっていくのはかなりね、厳しい数を要求されると思います。なんでちょっとね、今後はこっちの方に注力するために、まあ、普通のね、兵種愛称の方は、まあ、これぐらいでストップかなという印象ですね。で、ちょっとね、まあ、こんなどうでもいい話だけで終わるのはちょっとあれなんで、一応ね、まあ、お役立ち情報ということで、少し情報を、まあ、皆さんにお教えしようかなと思います。で、まあ、その情報っていうのは、まあ、三英雄になった後の、まあ、食料とかの使い道ですね。で、まあ、3英雄になって、まあ、スキルスロット増やすやつを習得して、まあ、その次に来るのがこの兵種の講義のやつなんですね。で、これは、まあ、レベル5まであるんですけど、まあ、全部習得するのに、だいたい日数で64日ぐらいかかりまして、必要な資源が、石油と食料それぞれ 120M ぐらいですね。で、タグが合計490個ぐらいっていう感じで、まあ、日数とタグはかなりエグいんですけど、まあ、食料とかをほとんど必要としないんですよね。なんでね、私とかはもうこれをやってる間に、普通の食料、兵種愛称の方をね、調子に乗ってあげまくってたんですけど、ただその次のね、この兵種愛称の項ですね、これを上げていくのにかなり、まあ、食料とか必要になってきてまして、まあ、今レベル3まで上げるのに、日数的には9日ぐらいですね。で、食料とかが 133M 必要になってました。なんで、日数はもうかなり少ないのに、もうすでにね、この攻撃力を上げるやつよりも、まあ、多い数を要求されているという、まあ、そういう鬼畜な状況でございます。で、代わりに、まあ、必要なタグは結構少なくて、レベル1上げることにそれぞれ20個ずつっていう、それが、増えてない感じですね。なんで、まあ、タグは余裕だけども、まあ、食料とかはえげつなく必要になってくるという感じです。まあ、ですので、まあ、3英雄になった後に、結構まあ食料や石油に余裕が出てくると思うんですけど、まあ、そこでまあ調子に乗ってね、普通の兵種愛称とか上げるのではなく、まあ、ここのね、その次の職業転部の中のまあ兵種愛称のために貯めておくのが一番賢いやりくりなんじゃないかなと思います。なんでね、まあ、他
の方々は、まあ、弊社会社はこんな90とか、調子に乗ったレベルまで上げるんじゃなくて、まあ、70とかね、80とか、まあ、そんぐらいで止めておくのが一番コスパがいいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、今回、私の兵士相性が結構レベル高いよっていうどうでもいい話と、あと三英雄になった後の食料とかの使い道ですね。それを簡単に解説するという内容でした。で皆さんはね、ぜひ私みたいな無駄遣いをせずに、まあ、計画的に食料とかを使っていってください。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー。